後ろも、まあ、バックパックですタッチ式のスイッチがついているのでみなさんこんにちは。おじさんレビュアーの坊です。今日はですね、何をまあご紹介しようかというと、今回バックパックを買いましたので、まあ、これをご紹介しようというふうに思います。単なるバックパック紹介してもまあしょうがないわけですけれど、スマートキャットキャリアと書いてありますね。そして今ここにうちの可愛いクロエさんも見切れてますけれど、このニャンコのですね、クロエさんのためのバックパックを買いましたので、まあ、ぜひご紹介しようと思います。実はこのクロエさんがですね、ちょっと病気持ちで3ヶ月に1回ぐらい病院に連れて行って血液検査をして、でお薬もらってるんですね。でこれまではペットキャリーってまあこういう普通のでかいの使ってたんですよ。でこれはこれであのもう20年ぐらい使っていて、すごく頑丈で全くガタが来ていないので、これからも使い続けて全然問題はないわけですけれど、ただですね、あのちょっと私の問題で昨年末2021年の末から車の運転を諦めまして、ちょっと目があの悪くなっちゃってですね。でそうするとさすがにこのキャリーを持って、しかもこのクロエさんがかなりでかくてですね、この子だけでも 5.6 キロぐらいありますので、キャリア含めると6キロ超えちゃうと。でさすがにそれを持って片道、まあそんな遠くはないんですけど15分20分動物病院まで連れていくのも少し大変だということで、じゃあまあまあ背中に背負えば連れていけるかな、もしくは自転車だったら背中に背負っても大丈夫かなということで、このバッグパック型のキャリアを買ったということです。ではまあまあそんな背景があるということで、早速開けていこうと思います。手こずりましたが完成です。ちょっとですね、びっくりしたのはまさかの組み立て式だったということですね。あ、フィルムもついてるから剥がそうと思います。こんな感じです。後ろも、まあ、バックパックですから肩にかけるところがついてますね。さて、まあ、このバックパックはよくあるあのここが丸いタイプのちょっとこう宇宙船っぽいクリアな丸いところからニャンコが顔を出すっていうタイプよくあるじゃないですか。あ、超可愛いんですけど、今回僕もですね、あれとこれすごく迷ったんですよ、実は。ただいろんな書き込みを見ていると、どうもこっちの方がより良いこう口コミがたくさん複数見つかったということで、今回はこのタイプを買いました。少しそのまん丸いところからニャンコが顔を出すっていうあの可愛さは落ちるものの、実はちょっとこれいろんな機能がついているので、この後ご紹介していこうと思います。まずですね、空気取り入れはここについてますね。反対側にもついてます。ですので、こう中に空気がこもることはないんですけれど、実はこいつですね、ここにファンがついてるんですよ。でもって、自分で持っているモバイルバッテリーをつなぐと、これ電気で動く、ちゃんとしたファンになってるということで、中の換気も実はしてくれるようになってたりします。この後ご紹介します。あ、それ以外にも、そういう意味ではここ、ここもメッシュになってますから、ここも通気性良さそうですね。この部分ですね。ここも通気性良さそう。あと色もちょっとこう、パステルカラーで、これ以外にもホワイトとブルーってあるんですけど、ブルーもですね、かなり淡い水色の色合いで、ただ自分としてはこの緑が好きなので今回緑を購入しました。あとは背中の部分も、ここ結構いいクッションがついていて、まあ、しかもメッシュにもなってますんで、だいぶこう、背負い心地も良さそうだな。あ、なんだこれ。プラスここに、気づきませんでしたけど、ポケットもついてました。ちっちゃいものは入りそうですね。じゃあ中がどんな感じかということですが、
あ、ちなみに何かに引っかかって開いちゃうことがないように、ここちゃんとこうファスナーを隠す布もあったりしてですね、結構細かい気遣いがありますね、これ。じゃあ開けてみます。バカッと開けると、あ、これがそのポータブル電源をつなぐ、バッテリーをつなぐ線になってます。で、おそらく、あ、ここにファンが仕込まれていて、この部分から吹き出しで風が出てくるんだと思います。内側も結構まあしっかりしてますね。あと、この窓のクリアさはどうでしょうね。若干スモークがかかってる感じかもしれません。自分の可愛いニャンコを外の人にたくさん見せたいということからすると、少しスモークが入ってますので、そういう目的はちょっと違うかもしれないですね。もううちの黒井さんも興味津々でさっきからうろうろしてますけど。ではバッテリーの入れ方もちょっと見てみようと思います。内側にですね、このバッテリーにつなぐための USB ケーブルが出ていますので、こいつをですね、どうやらこの反対側にポケットがあって、あ、ここの部分に穴が開いてますから、ここに通すと。反対側のこの小さいポケットからケーブルが出てきました。今、自前のバッテリー持ってきましたけれど、ここにつなぐと。で、ちゃんとこれ、バッテリーを入れるポケットもついてますので、ここに。しまってファスナーを閉めれば装着完了ということになります。でですね、ちょっと見づらいんですけど、ここタッチ式のスイッチがついているので、どこなんだろう、真ん中が換気ですかね。 1,2 とあります。ちょっと入れてみましょうか。ポチッとな、あ、今なんか1番が光ってますので、どうやら1番弱いのかな ?2番。そうすると、この吹き出し口から多分、ああ、出てます、出てます。これあくまでも換気用なので、扇風機とは違いますから、まあかなりそよそよした風ですが、中の空気入れ替えるにはまあこれぐらいで多分いいんだろうと思いますね。今、この2番、今少し強い側ですけど、これでも若干音が聞こえているので、多分これ以上強かったらもううるさくてあんま使ってられないと思います。いい感じですね。それから実はこれですね、中の照明もついてるんですよ。ここのスイッチボタン、ファンのボタンをダブルタップすると、どうやらここライトがつくみたいです。つけてみます。ダブルタップ、あ、今つきましたね。そうするとですね、内側に見えますかね、今カメラでライトがつくということで、これ少し窓スモークになってて、おそらく暗いので、中のにゃんこの様子見るときにはライトをつけるときっと見えるんだと思いますね。この後うちの黒江さんに入ってもらって試してみようと思います。いうことでですね、このバックパック実はいろいろと機能がついているということで、最初に箱にスマートキャットキャリアって書いてありましたね。まあ、スマートと言えるほどの機能があるかどうかはわかりませんが、少なくともファンがついていて、しかもライトもついているということと、あと窓もかなり大きいので、運搬中の中のニャンコもですね、外がよく見えるんじゃないかなってちょっと思います。ではこの後実際に黒屋さんに入ってもらおうと思います。ちょっとうちの子黒猫なので、中に入っちゃうとよく見えないかもしれませんけれど、どんな感じになるかですね。やってみます。ちょうど今来ました。じゃあ黒屋さん入ってみましょうか。どうぞ。さすがにちょっと見えないですね、黒江さん、黒猫なので。ちなみに中から見た感じはこんな感じです。ちょっとスモークありますけど、そこそこ明るく見えてますね。これだったらニャンコも多分外の景色たくさんよく見えると思います。ライトつけてみましょうか。
まあそれでも全然見えなかったですね。それでもですね、これうちの子、あの 5.6 キロもあって超でかい猫なんですけど、全然窮屈そうじゃないです。中で今もいろいろ動いてますから、かなり大型の猫でも十分対応できる容量があってちょっと安心しました。これ本当に自分はあの大きさだけが心配だったんですけど、その心配はどうやらなさそうですね。なんかかなり落ち着いちゃいましたけど、開けてみます。はい、どうぞ。これあら、もうなんかなかなか出ないぐらい居心地いいみたいですね、どうやら。ということでどうでしょうか、にゃんこキャリアを今日はご紹介しましたけど、これであればまだ背負ったことないですけど、おそらく両手が空きますので、すごく動きもいいですし、片手で重たい4キロも5キロもあるキャリアとプラス猫を持って動くということを考えると、この背中に背負えるタイプかなりいいんじゃないでしょうか。今これ握った感じ、肩にかける部分も相当厚みがあってクッション性もあってですね、おそらくがこれ中華だと思うんですけど、品質的にはもうすごく安心できる感じがしました。あんまり雑な作りじゃないですね。はい、ということで今日は最近僕が買いましたニャンコキャリア、ペットキャリアをご紹介しました。いかがだったでしょうか。普通のあの箱型のも最近可愛いのが本当にたくさんあって、そういうのもいいと思うんですが、ぜひこういう背中にかけられるタイプも参考になればいいなと思います。ではぜひ今日の参考になったなとか、またなんか別のアイテムも見たいなという方は、いいねとチャンネル登録をよろしくお願いします。本日も最後までご覧いただきありがとうございました。